こんにちは、サドラです。今回は皆様にご報告がありまして動画を撮らせていただいております。早速本題に入っていくんですが、モンハンシリーズでもおなじみのカプコンさんから新たにリリースされるドラゴンズドグマ2ですね。こちらのショーケース2023年の YouTube 公認ミラー配信に今回も選んでいただくことができました。ありがとうございます。で、まぁ、ちょっとね、内容を見ていくんですが、公式のカプコンチャンネルを見てもよし、ご自分のお気に入り YouTube チャンネルで配信者さんと一緒に盛り上がるもよし、お好きなチャンネルでぜひご覧くださいっていうことで、まぁ、ちょっとね、下を見ていくんですが、まぁ、ここにはね、僕いないんですよ。ここにはもちろんまぁ、ちょっといなくて、このリンクをね、ちょっと見ていくんですが、11月29日配信予定のドラゴンズドグマ2ショーケース2023で YouTube 公認ミラー配信が決定ということで、11月29日水曜日の朝6時なので、まあ結構ね朝早いんですけど、明後日の朝6時から、配信されるドラゴンズドグマ2のショーケースを、公認ミラー配信させていただきます。で、こちらですね、ドラゴンズドグマ2ショーケースの公認ミラー配信 YouTube チャンネルっていうことで、まあここね、下の方に行くと、ここにね、しれっとサードラチャンネルがありまして、まあ今回もねミラー配信をさせていただけることになりましたので、日程に関してはまあ11月29日水曜日の朝6時ですね。ちょっと朝早いんですが、お時間合う方はぜひ来ていただけると嬉しいです。で、まあ、この配信に関してはちょっと早めですね。まあ、5時半ぐらいから今のところ始めようかなと思っているんですが、まあ、そこでね雑談をしながら、まあ、6時を迎えて、まあ、公認ミラー配信させていただいて、まあ、終わりっていう日程でやろうかなと思っていますので、ぜひ来ていただけると嬉しいです。で、もちろん当日はカプコンさん関連のタイトルであれば雑談はできると思いますので、まあ、ぜひ普段モンハンしかやってないけどドラゴンズドグマの情報もちょっと気になってるよっていう方とかもぜひ来ていただければなと思います。バイバイ。